この日絶対に見たいという闘牛は午後から。移動疲れもあり、2人は開始時間に集合することに。しかしそれまでどうしても行きたい場所があるという星野さん、1人で出かけます。大丈夫、星野さん1人。あ、また駅ですよ。なんだ俺星野さんの1人心配なんだ。大丈夫かよ。乗るのはスペイン版の新幹線。これかな、3。ちょっと入ってみよう。英語も苦手で海外にもあまり慣れていない星野さん、それでも行きたかった場所ってどこなのでしょう。あ、ここだ。すごい乗れた。でも電車意外と、すごいカラフル。どこだろうな。マドリッドから35分、星野さんが到着したのは、おー、眩しい。いい天気、めちゃくちゃ。じゃーん、トレードです。